はい、どうも、あゆいといでございます。今回は正月イラストのメイキングをしていきたいと思います。ラフの方はね、事前に書かせていただいておりまして、線画からになっております。普通はね、下書きするんですが、あゆいとい今回ちょっと言い訳なんですけど時間なかったんで、一気にラフから線画に移っております。基本的に使っているのはですね、サイ、まあクリスタなんですけども、クリップスタジオペイントっていうソフトを使っているんですが、こちらのペンなんですが、財布のペンを使っております。財布のやつでして、まあ鉛筆って言われるタイプで書いております。基本的に描画色と、まあクリアカラー使って書いていってます。消しゴムをね、あんまり使わないんで、まあ使う時もあるんですが、まあ基本は使わないで、まあ書いていくっていう形になっております。今回ね、ちょっと前髪でこんだけね、線画描いてるの、線画じゃない、書き込んでるのは珍しい方なんですが、あゆいといい、まああんまり書き込まない人、書き込むときは書き込むんですけど、書き込まない方がね、楽しかったりするので、色塗りがねまあでも最近はなんかちょっと書き込んだ方が可愛いんじゃないかっていうね、感覚になってるんで、今回、まあ昔は書き込んでたんですけど、最近書き込まなくて、書き込み方を忘れているっていう感じですが、書き込んでいっています。あと、まあラフから仕上げていってるんで、結構線画になる時点でだいぶいろいろと変わっています。あとね、こう毛先をね、ケパッとして、ちょっとパサッとした感じがちょっと最近マイブームでございますマイブームでね、まあサクッと書いていければなと思ってます。あとは、まあ、ベクターレイヤーっていうレイヤーを使っているんですが、こちらはちょっと、今はまだわかんないんですけども、クロスした線を消せるツールだったりとか、書いた線を、一個前じゃなくて、何回か前に書いた線も一発で消せるっていう、まあ、ツールっていうか消しゴムがあるんですけど、そちら使うために、ベクターレイヤーで書いております。ね、あゆいといの大嫌いな輪郭ですね。輪郭っていうか、顎ですね。顎ダメなんだよね。顎描けなくてさ。あとはね、まあ、基本的にいつもと絵柄を変えておりますので、いつもを知ってる人だと、え、これなんでこんな絵なのって思われるかもしれませんが、ちょっと絵柄変えております。後頭部ですね。これ、しばらく経つとわかるんですけど、失敗してるんですよ。まあ、失敗した時に、まあ、いろいろね、やるんですが、まあもうちょっとかな。まあ、こうやって線を描いた時に一気に今消したじゃないですか。あれ消しゴムの、ベクター用っていうのがあるんで、それでクロスしているところまで一気に消すっていうツール使いましたね。なかなかね、作業が早いです。消し忘れもなかったりするんでね。ただ、こう、クリアカラーで描いていると、クリアカラーも一緒に消して、出ちゃいけない線が出たりしますね。で、こちら今後頭部気に入らないで後頭部変更させようとしていますが、まあできなかったんで一回消し、レイヤー複製して、必要な部分だけ残していらない部分を消したレイヤーを用意して反転させてますね。あとはさささって書いております。まあ、ちょこちょこって気になったところをね、さささっとペンだけで直していく形になっております。まあ、基本的にあれですね、あゆいとい使うペンって、柄物とかじゃなければ、ほとんど2種類なんで、クリスタの意味あるのかっていうお話だったりするんですけど、だいぶね、こう、ペン改造してたりするんで、模様のね、柄物は、使うんですけど、なかなか難しいですよね。ほら、こうやってもう線が重なっても気にせず描いていくスタイル。これはね、消せばいいだけのお話なんで、言ってももうすでにこの時点でレイヤー2枚なんで、クロスしてる部分以外でも、まあ描けるんじゃないでしょうかっていうね。で、これ今着物描いてるんですけど、これほんと失敗したのが、レイヤー一緒に描いてたんですよ。レイヤー一緒に描いてて、後で悲惨な目に遭うんで見ててください。まあ、あとは、まあラフに沿って、まあ出来上がりっていうか、まあこんな感じの仕上がりになりたいなっていう線画を描いております。まあ、ざっくり着物なんでね、ほとんど直線で描くっていうのが基本になってくるんで、今回そんなに
時間はかからなかったね。フリル書いてるとやっぱり時間かかったりするんですけど、今回あんまり時間かけずに線画は終わってる方ですね。うん、でざっくりざっくりこう線の強弱もねあんまつけない人なんでさささっと書いております。まああとはアイウイトイがペンタブ、ん？アイウイトイがじゃないね、アイウイトイのペンタブがすごいご機嫌斜めなんで書いた通りに線がいかないすごい凶悪なペンタブなんで、そろそろ新しいのにしないとなと思っていろいろアマゾン漁っております。まあ、基本的にね線画はざっくり書いてざっくり書いて消しゴムで消して書き直して書き足して消して書き足して消してっていうのを繰り返してます。まあ、ざっくりね着物のまあ帯締めなんですけども、帯締めって帯の上にあるリボンっていうか紐ね、そちらはまた後で書くので今回っていうか今書いていません。あとおはしょり部分なんですけどもね、知らない方多いんですけど、女性用の着物あのおはしょりっていうのがあるんでぜひ書いてください。これがないと男性着物になってしまいますので、帯の下のねなんかちょっと一段あるんですけど、それをおはしょりって言って、それがないと男性用着物になるので注意してください。あとねこの時点ですごい首に悩んだんですよ。実は下書きの時点で首書いてなくてそれ知らなくてはがってなって、うん、ここですよ、これですよ、この首がつながらないっていうことでね、消しゴムレイヤーを複製して頭のレイヤーと頭っていうかね後頭部の首から上の線画と、まあ、首から下の線画を分けるという作業をして首の位置を決めたかったんですが、まあ後でこう顔を描いてからずらすのがめんどくさかったんで、今顔フェイス系ですね全部描いております。フェイス系も一緒に動かしちゃった方が楽なんでね、それでちょっとフェイス系やってます。でちょっと目が気に入らなかったんでちょっとあざり取って、ちょっとまつげまつげ太めにして描かせていただいてます。まあ基本的にはざっくりざっくり全部線画は消しゴムを使わずに鉛筆のみでいっているっていう形です。これね別に後で色変えるんであんまり気にしてないんですけど、ちょっとね今回も目の形を変えて描いているんで、まあねずれたら線画レイヤーで描いたり、線画じゃないね選択ツールでずらしたりとかもできるので割といろいろやり方はあります。で今回この状態で気づいてる方いるとは思うんですけども、まあ瞳ですね形おかしいんで、これそのまま塗るとやばいことになるんでカラーになった時わかるんですけど、まあそちらも修正せずに今回描いているんですけど、この時点で気づいていたら修正するべきでした眉毛苦手なんでね眉毛はちょこっといじります。ということでね頭決まったんで首のラインを描いていきます。ざっくりとね描いて、まあ、肩と首と頭がつながればいいなっていう形で、まあ、つなげていきます。基本的にねこんだけ青い線と頭がずれたんですけど一瞬だったね一瞬すぎたわということでね、まあ、一瞬でしたが映りましたということでね、まあ、着物、まあ、基本的には直線なのでサクサクっと一発で描いていくスタイルになります。ここにねなぜ影入れたかわかんないんだよね線画の影後で気づいてあれなんで入ってんだろうと思ったけどそのままですけどね。あとは足袋と鼻緒と下駄っていうよりは草履ですね、下駄は夏だけですね描いていきます。ちょこちょこっとね修正しながら描いていくんで、まあ下書きがねざっくりしすぎてるんで、まあ、使える線と使えない線が混在しているどころか、もう完全に当たりなんで、当たりにもなってないね。こんなイメージ画像なんでね、だいぶこの旅の時ですね、線画が変わります。まあ、どっちがいいかなって思った時に、まあね、当たりがないんで、この草履が偉いことになったっていうね、こともあったりとかするんですけど、まあ、ちょこちょこっと修正して、いきますね。うん。修正しますね。もう書き終わってるって、これ撮ってる時には。ということでね、足のね、高さもちょっとおかしかったので、修正していきます。で、草履なんですけども、本当に草履を見たことない方、
書くのめんどくさいと思うんですけど、ちょっと形がね、楕円っていうよりはもう完全なるなんか細長い物体なんで、あゆいといちょっと楕円で書いてるんですけど、細長い物体なんでもうちょっと脇が細いです。あとは指ですね。まああゆいといの手の下書きって、下書きじゃないね、ラフって本当に棒なんで大変なことになってますが、ざっくりと書いていきます。これがね、この指の間にある青い線が指のラインなんでねえらいことになってますね。後で見ると面白いな。ということでね、まあ線画っていうか親指がちょっとおかしいので、ちっちゃいっていう感じでね、ちょっと修正しています。あとはね、おはしょり下の普通に身頃がちょっとずれていたので直しています。あとは線画でね、ちょっとおかしいところ直しています。あとなんだっけな、これ。あ、そうそうそう。手なんですけど、左手今書いてないんですけど、これちょっと、ふわふわをまだふわふわっていうかパーですね。まだつける予定していたので、ちょっとレイヤーを分けようと思って、別レイヤーに書き出しましたね。うん。なんでちょっと線画の線がまだ貫通してる。まあ透明なんでね、下のレイヤーの線が逃げてる状態なんですが、後でね、この方法は後で手をこう上から描くのはめんどくさいということで、まあくっつけていくんですが、まあ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 、それに気づくのはまだちょっと先っていう形でね。まあ今線画の確認ですねもうちょっとこうした方がいいとかっていうのがなかったら、もう今からなんだっけこれ、マクロっていう機能をつけて、カラーレイヤー、カラーを乗せる場所だけ先に決めちゃってます。基本的に今緑の上が描ける場所ですね。マクロの。マクロっていうのはそれ以上のはみ出しを表示させないっていう機能なんで、色塗りの時とか楽ですね。ここですね、今。やっぱり指を一緒にしようと思った瞬間ですね。それでも消し忘れあるんですけど。はい、そしたらね、ほら、さっき枠取りしたところしか色が出ないんで、こうやってね、色を重ねていきます。ということでね、ざっくりとカラー分けしていきます。まあ、肌色はベタなんで、ベタっていうかざっくりなんですけども、かぶっててもいいっていう感じでね。ちょこちょこっと、あとは髪の毛から、なぜ髪の毛から入ったか覚えてないけど、髪の毛を一番最後にやればいいものの、髪の毛を先にやりました。いつもそうなんだよね。後でもいいのになぜか先にやっちゃう髪の毛、まあ、ざっくり分けやすいっていうのがありますけどもね。まあこれがベースカラーになります、髪の毛の完全なね。うん。で、線画消してざっくり塗ろうと思ったけども、線画がないからどこまで塗っていいかわからなくて、また線画を出すっていう形ですね。まあまあまあ、こうやってね、抜き忘れっていうところはね、しっかりと抜いていきます。このカラー分けの時にね、そういう修正していきます。マクロを使ってるんでね、マクロ多用する人なんで、だいぶだいぶなんですけども、これもね、カラー、まあ今わかんないけど、カラーレイヤー、サブカラーだっけな、効果があるんですけども、色塗ってる色に別の色を乗せるっていうことができるんで、そちらやりました。ということでね、ざっくりと、まあ色分け中です。この色確定じゃないんでね、ざっくり、まあ見頃を塗りたいなって思って書いてます。これね、ただ右下の方なんですけども、黒巻きしてる色と一緒だったんで、すっかり着物が抜けたんですけど、気にしないでください。まあ、ざっくりね、ざっくりざっくり色分けしていきます。まあ、この時にね、なんかゴミ取りだったりとか、線画の修正だったり、書き足しだったりとかしていくんですが、まだね、そんなのは、まあ、ちょこちょこってあるんですけど、まあ、楽に行きたいなっていう。まあ、場所によってはね、バケツ多用していきますんで、サクッと塗り終わっちゃう場所もありますけども、まあ、基本的に縁取りして、バケツひっくり返せるっていうものでしたら、全然もうバケツでやった方があゆいといは早いと思う。うん、
もっとなんか早い方法とかあるんだよとかっていうのもあるかもしれないけど、あよいとい的にはね、まあペンでやっちゃった方がムラっていうか、なんか縁がねギザギザにならないんで好きです。これね白く塗ってるんですけども、レイヤー機能でちょっと赤くなってますっていうね。まあ薄い色とか背景と同系色はね色変えながら塗って、レイヤーロックですね、レイヤーの書きはみ出しロックか使っていきたいっていうのもあるかもしれない。はみ出しロック使えばね、はみ出しロックって正式名称か忘れたけど、まあこのエリアだけ塗りますよ、このエリアだけ保護レイヤーにしてやっていけばまあいいんじゃないかなって思います。まあちょこちょこってね、マクロがおかしかったんで直しています。今これ帯締めですね、帯締めはレイヤー機能を使って縁取りをするっていうのを2枚構成でちょっと書いています。さっくりとね書いていくんで、まあ、統合しながらチャカチャカっと書いています。まあ、さっくりと書ければねいいんでさっくりと縁が分かればいい状態なんで、まあ、ざっくりと書いていきましょうね。これ後でちょろっと修正するんですけども、黒で書いているのはこっから白い部分を、編集からちょっとコードを消すっていうことが確かできたと思うんで、そちらで消して黒を残しています。黒にするのって、まあレイヤーをね保護した状態だったりとかした場合だったら全然、まあ、黒じゃなくてもいいんですけど、あよいといレイヤーカラーをね変えてちょっと色を変える人なので、今書いてますね。そういうのでやっていく人なんで、だいぶあれですねだいぶなんて言えばいいんだろう、ざっくりと黒で描いてだいぶ楽して線画を描きますブーツの編み上げブーツとかね、このパターンで描きますね。この線画の使い、線画っていうか縁取りっていう機能を使って編み上げブーツとか描いてます。まあ、これざっくり今髪の毛塗り始めたんですけども、ベースカラー上3ですね完全に。でこれがやっと出てきた色塗りツール、これで塗るだけで OK 的なね、なんだっけな、これだけで塗る筆って言ったかなっていうのがあるんですけど、そちら使ってね描いています。本当にこの筆しか使わないです他の筆をね使わないですね。これをカスタムしたりはするんですけど、この筆1本ですね。だいぶこう濃淡が出て、重ねた時とかもね結構ばらつき出るんで、水彩チックに塗るのは楽かなって思ってます。まあ、今回上3で描いてるんですけども、ざっくり影と髪の流れを描き込んでいきます。あんまりねあよいとい綺麗に描かない綺麗に描かないっていうか、髪の流れが分かればいいやっていうレベルで描いてるんで、あとは光のラインですね、ざっくり描いています。まあ全体的にね人の髪の毛ってそんなにカラー変わらないっていうのがあるんで、影のところとか気をつけていけば割とね、こう時短とはまた違う話なんですけども、さっくり描くっていう意味では楽なのかなと思ってます。基本的に消しゴムを使わない塗り方を今回してますので、まあなんだっけ、透明カラーは使ってるんですけど、基本的にこの筆だけでいけちゃいます。あとはまあフィルターだったり使ってくんですけども、ざっくりざっくりね修正しながらこの筆だけで塗らせていただきますねって感じですね。まあ、さっくり塗れれば今回っていうか、このね今のレイヤーの高さはいいので、そんな感じかな。何を喋ったらいいんだろうまあざっくりざっくりと、まあ耳も影をつけてね。あよいといの場合耳って言ってるんですけど、これ別に猫耳ではないので、ちょっとね髪の毛と全く同じカラーで濃淡も一緒でいろいろとね遊んでいます。まあ、これ耳っぽくなっている何かですということで、今回はい、上酸の時に一番濃いカラーになる、まあ鉛筆で上酸かけた時のカラーの色ですね、
そちらで新たに影を描き込んでいます。ちょっと薄いなって思ったところとか、ちょっとまだらだなって思ってたところを中心にこう上から描き足していくっていう形です。これ定山じゃないんで色が変わらないんですよね、下の。ただ濃淡で線の穂先が、穂先っていうか線のね出方が違う部分に対しては定山みたいな形で上から色が重なっていく形になっています。まあ基本的にこのまあカラーというか色にもよるんですけど、塗り方は基本的にこんな感じになってますね。でさっくりいきました。でこの時にまたね色を変えるのを忘れたんですよ。これベースカラーで描かなきゃいけないのに、ベースカラーじゃなくて影カラーで描いちゃってるんですけども、ですね、発光、火山の発光で光を入れます火山の発光で光入れていきます。光が当たる部分をさっきと同じ要領で、影を入れる要領でこう筆を滑らせていくって、もちろん影を入れたところにも光入るところだったら入れていくっていう形ですね。でこちら今色はちょっと変えたのは、あの色が違ったことに気づいた瞬間っていうね一瞬青くなったのはね、そういうことです。ということでね、さらにもう一枚重ねて重んでエアブラシでやりました。まあ、それでざっくり光は終わりでございます。ということで今度フェイスパーツやっていきますね。でこの時に髪の毛より先に肌を塗らなきゃいけなかったのをすっかり忘れてて、しかもまだこの時全然気づいてなくてだいぶ後で焦りましたけどね。ということでね、瞳孔を描いていきます。まあ丸描いて消しゴムで削っていくっていう感じですけども、まあ、瞳孔の目線合わせてから削りますけども、それでまあ大雑把で大丈夫なんですよ、あゆいとに直していきます。ということで縁取りして、おーびっくりした、縁取りしまして、まあエアブラシでぼかしていくっていう形になります。ということでね、今レイヤーを確認しています。これ焼き込みレイヤーで同じカラーですね、ベースカラーというか影カラーと同じ色を線画で描いています。ざっくりとこう再描いてね、まあこれ後でだいぶ、まあ、拡大しないと見えないエリアなんで、細かく描いても薄いとあんまり気づかれません。でもね、やっとくと可愛いなって思ってます。でこれ影ですね影を入れました。でこれ光、反射光だね、反射光を入れるんですけども、反射光ざっくりと筆で描いて形整えて消していくっていう形をねざっくりと使っています。ということで濃度変えてね、バランス見ています。ということでこれハイライトっていうか光ですね、目の下にある光ざっくり入れて、今度はハイライトをスクリーンで入れていく。ここゆっくりにすればよかったねもうざっくりこうねカラーを置いてってぼかして濃度を下げていきます。でここで白目をやっと描き出すっていうね、白目描くの遅いんですよね、本当は白目先描いた方がいいんですけどね。あ、でもあれか、白目は人によっては先に描くし、塗り方いろいろなんで、あゆいといの場合はエアブラシだけで白目は塗ってしまうんですけども、基本的にそんな感じで塗ってちょっと目っぽくなればいいなと思ってます。であとはハイライトですね、ざっくりと可愛く見れればいい、ん？可愛く見えればいいなって思ってる、あゆいといはね。まあ、基本的に白の、鉛筆ツールで描いた周りをエアブラシでぼかして濃度下げています。今この作業もうサクサク進みますな。この作業は線画なじまぜですね、線画を、まあ、カラーレイヤーと揃えていくっていう形で色のせてます。まあ、色の乗せ方は人それぞれなんでね、やり方は、まあ、簡単に言えば周りの色をスポイトして重ねていくっていう形ですね、線画に。で濃度調整したりするとまた絵に馴染みやすくなったりします。あ、今説明するの忘れたけど、目を軽く透かしました、髪の毛を透かしましたっていう形ですね。まあ、黒巻き使ってちょっと消しゴムをかけた形ですね。黒巻きに消しゴムをかけるとちょっと透明になるのでよかったりします。まあ肌ね、やっと塗り始めましたが、あゆいといの色塗りの子っていうか色塗る子って全部肌白いんですよね。
まあ、さっくりさっくりと塗っていきます。で、2影入れるときはもう鉛筆ツールですね。こちらはしっかりとした濃い影を入れていってます。まああれかな、でもさっくり描いて可愛ければ OK じゃないっていう人なんでね、サクサクっと描いています。ちょっとなんか今見えちゃいけない見えちゃいけない塗りムラがあったこの後そのうち直すんですけどね。ということで、結構な赤目を入れて濃度を下げてほっぺた作ります。あよいと今唇作らない人なんでね、これで顔は終わりです。ちょっと白っぽいんですよね。で、まあ顔に影を入れたから髪の毛の濃さが足らなかった部分をまたちょこっと足していきます。ということでね、ハイライト2回目なんですけども、ガッツリとエアブラシで、ガッツリってほどでもないけど、ふわっとね、ヘアブラシでハイライトさらに入れていきます。まあ洗濯ツールをふんだんに使ってエリアを保護したり消しゴムを使ったりして何回も描き直したりします。ということでね、着物のサンプル右、まあプレビュー画面の右で、プレビュー画面の下ですね、に出したんですけど、この着物っぽくしたいなと思ってざっくりとしています。で、着物なんですけども柄合わせっていうのがありまして、ちょっとその柄合わせの関係上ちょっとね、まあ身頃の下半身ですね、ちょん切りました。別レイヤーにしました。まあ柄合わせっていうのは縫い目になったところでも柄がぴったり合っているっていうのが柄合わせっていうんですね。着物っていうのはそれがすごい大事な服なので、まあ重なってるところ以外は柄を合わせていった方がいいと思います。もうね、このグラデーションはペンツールで描いてぼかした方が早いと気づいた瞬間ですね今そんな感じです。あとはなんだろうな、特にグラデーション描けるときにそんなになんかかしこまって描かないでざっくりぼかしを入れるからって感じで、大まかなね、線ずれてたりとかガタガタしててもそのまんまぼかして使っています。まあぼかした時にね、境界のところがちょっと色がはげたりするんで、そこ修正忘れないようにしたいですね。ということで、ちょっとダウンロードしてきた正月のね、まあ着物、正月のみならず着物の柄を描く筆っていうのが売っていましたので、ちょっと使わせていただきました。まあ、これも柄合わせする方ん関係でちょっとね、いろいろと頭悩ませながら頭悩ませながら塗っています。ちょっと頭使ってるんだよ。まあ、さっくりさっくりとね、折り目で柄がずれるので柄もずらしていっています。で、ざっくりと描いていきます。まあ、この筆ね、本当にねすごいなって思ったのは、本当に和柄になるんだなって。でもね、あゆいというあまり和柄の服のデザインをしないので、柄デザインをだいぶなんか出来上がった後に柄って難しいなっていうのを思ったな。これね、ペペペって貼るとね柄が出て、でそのまままあどん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 描いていくと和服ができるっていう形ですね。そういう筆とかね、やっぱり時期になると割とクリップスタジオはね、無料でダウンロードできたりとか、有志の方、有志っていうかね、まあ有志ですね、有志の方がだいぶ筆を出してくれているので、結構お絵描きには楽だったりするのでね、おすすめです。定期的にあゆいとはね、素材っていうところを見てね、購入しています。もちろんあゆいといも素材売ってたりするんで、まあ結構購入される方もいたりするんで、割とねこうみんなが使えるようなものだったらダウンロードがあったりするんで、 お気に入りっていうかランキングですね、ランキング乗ってくるんで、やっぱりそういうのってすごい使い勝手のいい筆だったりとかくるので、よかったらねぜひとも試してください。こちらなんですけど、実際の着物じゃありえないことをしています。柄合わせじゃないんですけども、反対側に柄を転写するっていうね。まあそこ縫い目なんで、左右絵柄がそこで切れてもよかったんで、そうやっています。で、ちょっとぼかして上からスクリーンをかけました。まあなぜかってちょっと赤が強かった気がしてね、
ということで、ざっくり影を入れています。これ上3ですね。基本的にアヨイトイ上3で影を入れることが多いんですが、和服に至っては上3で入れた方がすごい綺麗に見える時もあったりとかするんで、柄がねやっぱり入ってるものって影をね入れる時、上から重ねた時って上3の方がやっぱり見栄えが良かったりするんで、そこら辺気をつけながらね、洋服と和服で塗り方を変えるっていうのも一つの手ですね。まあ、あとは影になるところほとんどないんですよ、実際和服ってね。大雑把な影は入れるんですけど、なかなかこう洋服みたいにカチッってね、暗くなる場所はないんで、そこら辺は注意ですね。あんまり入れるとなんかメッキっぽくなったりするので、ふわっと入れてあります。まあ、ざっくりこれでね、あとは帯、まあざっくりっていうか、これで完全に着物は、着物じゃない、身頃は終わりですね。で、帯なんですけども、これテクスチャーなんですけども、ね、メッシュっていう変形があるんですけど、そちらで帯の形に合わせて変形させています。割とねこれ使い勝手いいです。で、まあスタンプペペペって押して、ここでね、1個使い忘れてたっていう、使いたかったのに使い忘れたペンを使ってますね。帯入れるときに気づいたんだ。そうそうそう。それでね、まあ、また柄をね、反転させて柄をね、くっつけてくってことをしてますね、袖に。はぁ、あ。ということでね、まあ、ざっくりと、ここでスクリーンかけて、これで着物が終わりだ。ちょっと影の色がね暗すぎたんで、ちょっと明るめの茶色にしました。あまり濃く入れたつもりなかったんだけどね。ということで、帯に影を入れていきます。さらっと入れるんでね。ということで、帯締めです。この時紫にしていろいろなねこう加工をしたんですが、結局テクスチャー貼って加工した方がいいやってなったんで、和紙を入れました。でもね、これ紫じゃない方、本当は黄色にする予定だったんだけど、なんかここね、いきなり紫塗っちゃったんですよね。で、全然気づかなくて、あっと思った瞬間に、あ、いいや、カラー調整があるじゃんっていうことでカラー変えます。ということでね、帯締めを本当は紫にしたかったんで、塗る順番間違えたって感じですね。こちらも和紙貼っていってます。まあ、和紙ってやっぱり和柄に合いやすいっていうのがあるんでね。あと、なんだろう、和服で注意しなきゃいけないのは、女性と男性で、まあ服は違うのはもちろん、服っていうか着方が違うのはもちろん、女性袖、男性袖ってありまして、まあそちら間違えないことだったりとか、合わせですね、左右の合わせを、左を上にしなきゃいけないんで、そちらの方の注意だけは間違えないでください。これでアイウィトに間違ってたら恥ずかしいんだけどな。ということでね、着物でございます。で、まあカラー調整をして、まあ、気に入ったところでカラー調整終わりにするんですけども、まあいろいろこうねやっていくうちに気になってしまって修正をしまくるという形ですけども、まあ、カラー調整してるパレットがなぜかね、キャプチャーできなかったんで、まあ、残念なことにそれをお見せすることはできません。ちなみに左下のイトイちゃんなんですけども、ソフトがフリーズしてまして固まってました。まあさっくり書いていければなって思ってます。どうなんだろうな、まあアイウィトイ塗った時ってだいたいね色がくすんでいるんで、ちょっとサイド上げたりとかいろいろするんですけども、人によってはねそのまんま調整しないで使った方が綺麗な人もいたりするので、そこら辺はねその時折によって合わせていけばいいと思います。うんね、で、足袋っていうか、まあ白布ですね、序盤と足袋をすっかり色の塗り忘れていてね、もちろん足袋を忘れているならなんだっけ、草履も色を塗り忘れています。草履も花を塗らなきゃいけない、忙しいね。まあ、さっくりとちょっとね、なんて言ったっけな、シャンパンゴールド系のね、色で抑えたかったんですけども、
まあ、あんまり悪目立ちしないカラーにして最後仕上げました。全体図はこんな感じですね。A4 のサイズに、印刷してもいいように書いていますので、だいぶ画質がいいです。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。またね、気が向いたら動画投稿、お絵かき動画投稿などしていこうと思いますので、よろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。